アカウントにできること、今日も見ていただきありがとうございます。ということでですね、今日はかいちゃんがお仕事、私だけお休みの日なんですけれども、ちょっとドッキリ企画をやっていきたいなと思います。そのドッキリはというと、なんと、じゃーん！毛染め。毛染めなんですけれども、毛染めなんかドッキリじゃないやんと思うでしょ？違うんです。かいちゃんは、まあ付き合って6年、結婚して7年目なんですけれども、私の黒い髪の毛の色を見たことないんです。それは、かいちゃんはずっとこういう明るめの毛の色が好きらしくて、いつも買い物行ってもこういう明るい感じの毛染めの色しか買わせてもらえてなかったんですけれども、あえてね、今日はちょっとあまりかいちゃんが好まない髪色戻しって書いてるんで、このちょっとダークブラウンっていうですね、これぐらいちょっと黒めに、私今もこんないと思うんですけど、これくらいにね、ちょっとやっていきたいなと思います。そしてまず一つ目が、帰ってきて気づくかどうか、そして二つ目がどんな反応をするか、そういうドッキリなので、お楽しみいただけたらなと思います。では、行ってきまーす。はい、それでは、やっていきたいなと思いまーす。まず開ける。牛乳ポットだよ。手袋見て黒い。自動でがやばい。OK でーす。前髪だけね、ちょっと、真っ黒にすると、ベタって見えるのが私、嫌いなので、ちょっと前髪だけインナーカラーで茶色いの置いときます。こんな感じで取っときます。染めたくないところはリンス塗っとくのしたら入りにくいだし、ここだけちょっと置いといて、で、あとは黒くいきます。これね、なんかね、手にこうやってみるこんな感じいきます。わ、なんか匂いが違う。絶対ね、毛染めするって言って黒っぽい色にするって言ったら、いやー変態って言うね、いつも。似合うわけないやろとか言って。もう昔かいちゃんずっとすっごい金髪、動画見てもらいました、昔の。めっちゃ金髪だったでしょ。だからあの人自身がああいうちょっとああいうのに憧れてるから、ああいう色が好きなんだよね。はい、20分経ちました。じゃん、ちょっとサランアップしてドライヤーして、ちょっと顔見て、これ手も取れる。これお風呂入ってきます。はい、お風呂から洗ってきました。ちょっともうすでに楽しみちゃいます。ここ黒いですね。というので、ちょっと乾かしていきたいなと思います。はい、できました。どうでしょうか。前髪だけ残してたんですけど、まだらになってますけども、どうですかね。だいぶ触ってますよね、これ。絶対気づきますよねと思うんですけれども、まだあと2時間ぐらいしないとかいちゃん帰ってこないので、ちょっとこれで待ちたいなと思います。ではリアクションの方お楽しみください。はーい、かいちゃん帰ってくる。かいちゃん、おトイレしてるから、さっきお風呂入って。はい、カメラを今ぬいぐるみの間に入れてあります。ちょっと見るかもしれないけど、はい、あれ、え、あれ、何してるの。それ、それがパソコン、パソコンじゃないや、コメントに、パソコンじゃないやろ。え、めっちゃ変わってる。何が変わってる。え、真っ黒や。早っ、すごいやん、気づくの早っ。そうです、撮ってます。
やっぱりなんかそんな感じした。だってそうじゃないとそんな落ちせえへんもん今まで。どういうこと？今までそんなしたことないやん。そんなことって？髪の毛変えたこと、俺の色しかしたことないやん。そう、今日はあえてパエちゃんがあまり好きじゃないよっていう黒にしてみました。やっぱり茶色の方がいいやん絶対。そうですか。いいでしょ。まあまあまあ見られへん感じやからあれやけど。そうですか。ちょっとカメラいつものやつ戻しますね。はいはい、はい、おかえりなさい。あなんか黒か、黒くしてん。二つ目の黒いやつ、この辺とかなんか何なんか何や、やっぱ黒ならではなんかベタつきが見える。だからちょっと前髪だけな。俺もそうやけどさ、それ軽くしようと思ってあれなんだけど、まあそういうことで泰山が気づくかなっていうことと、どんなリアクションするかな。見た瞬間見てこのリアクションの悪さ。いや見た瞬間にやけたもん、なんかはみたいな、えってなった。引きにやけてたもん。えどういうこと？いいやろ。いやいいけど、じゃあ勝手にされたことに対してえっていう。っていうね、なんかカエちゃんのみたいなドッキリ私できひんから、うん、6歳し、きっとカエちゃんには勝たれへん。まあ、でもそれも、まあ、俺もそんなうまいリアクションできるんだよ、ね、思ったから、こういう髪の色を変えてみて、しかもちょっとカエちゃんの食べ過ぎくない黒っぽい色です。ぐ落としましょう。嫌だよ。ほっといたらまた落ちると思うしね。大体その時は、ね、金髪のブリーチ買ってきます。いやいや。っていうことでした。はい、はい、今日も最後まで動画の方を見ていただきありがとうございます。はい、それではまた。全然早っ。何が？いや俺が帰ってきてからが早いわ。どういうこと？流れが早っと思って。もうさよならがいいと思って。コメントください。